本日の動画は腹筋の4種目のトレーニングとなっております。投球の際に腹筋を使って体を安定させるために腹筋は必要なので、ぜひ参考にしてみてください。野球特化型ジムツーベースボールがついに3号店をオープンしました。場所は神奈川県藤沢市小田急線長後駅から徒歩1分のところにあります。コーチ陣には僕を含め元プロ選手がおりますので、充実した環境と優れたコーチ陣で選手のパフォーマンスを上げていきます。入会をご希望される方は概要欄の URL からウェブサイトに行きお問い合わせください。はい、ドゥーベースボール非常勤コーチの松山です。本日の動画は腹筋の4種目のトレーニングとなっております。投球の際に腹筋を使って体を安定させるために腹筋は必要なので、ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。このようなパフォーマンスアップにつながる動画を随時配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また概要欄の方にウェブページのリンクを貼っておりますので、僕のパーソナルトレーニングを受けたい方や3号店の通い放題プランに通ってみたい方はぜひお問い合わせください。僕が球速アップを求める際に一番おすすめというか意識してほしい移動の仕方がこれです。